カイです。おおせっかいピーナッツです。ぜひ見てってくださいね。はい、こんばんは。あ、全然コピーできない。やばいやばいやばい。毎回焦るな毎回焦るな。やばい、今日何も考えてない。ドアップにしてやる。あ、そっか、カメラだ。あ、FEC チューンド、FEC 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 チューンド。おせっかいピーナッツの世界観ラジオ。ザケル、ザケルか、馬王ザケルか。どうも、最近ガッシュベルにハマってます、セツです。海賊王に俺はなる。いつだってワンピース大好き、カイです。あ、暑いからね、今カイドウの戦いで。いや、もう激熱よ今ワンピース。やばいからね。マジで熱いですね。やばいっすね今本当に。単行本派の方はちょっとこれからね、一旦ちょっとラジオ切っていただくことにはなるんですけど。アニメ派か、もっと遅いっすね。でも、はい、チョッパーで止まってる。じゃあ絶対聞いちゃダメだ。もういやもう 今やばいっすよ。今もうあれですか、もうチョッパー死んでるんで。おい、やめろ。嘘ですよ。嘘ですよ。ネタバレどころか。さあ、ラジオの聞いてみたら嘘ですよ。衝撃だろうな。今の部分だけ聞いた人。チョッパー死んでるの。チョッパー死んでないですからね。すいません、本当に。やばい。やばい。すごいシンプルに中指が立ってる。なかなかないからね。あんまり見ない、ね。ミキサーの方のシンプルに中指が立ってる映像なかなかないから。ああ、ダメですよ。あんま大の大人やんない方がいいですよ。すいません、すいません。いやー、ダメですよ。この時間はセーフなのかな。そのいや、この時期、この年になると大体中指じゃなくて薬指でしたとかあるけど、シンプル中指なかなかないですよ。怖いなー。あー、よくないな。怖いな。あの親指下に立ててますけど、大の大人なかなかないですよ、それ。怖いなー。そうそうそう、ちゃんとした敵。シンプルに。だーん、わかんない。あー、こないだやってたやつだ。あー、フレーミングか。フレーミングの法則なのか。ちょっとわからんけど。右ネジの法則とね。いやいやいや、そうだ、今ちょっとね、ガッシュベルハマってんのよ。ガッシュベル今ハマってんの。今 LINE 漫画でさ。めちゃくちゃ見れて今ガッシュベル。ちゃんと読んだことないな、ガッシュベル。そうなんですよ。あ、嘘、ガッシュベルないの。ない。え、めちゃくちゃ面白い。だからザケルとかザケルガとかは聞いたことあるんだけどさ。もうね、あれでしょ、このターンターンザケルみたいな。やな、知らん知らん、なんだっけ。やってない。え、あれじゃないの、カメハメハじゃないの。あー、俺らの時代ザケルでしたね。世代が違うんだ。俺らの時代ザケルでしたね。知らんかったな。ターンターン貯めてターンターンザケル、うん、ザケルなんだ。もうガッシュベルのためのゲームや。そう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 。いや、でこうやってシールドみたいなのもあるんだけど、うん、ザケルがすると、うん、シールド壊せて倒せちゃうから、うん、無敵やん。で、ぶっ壊れ？そう、なんかね、手をこうやってこのなんていうんだろう、術みたいな感じ、つなぐと1個貯めれて、うん、1貯めで1ザケルだわ、うん、で、2貯めでザケルガだわ、うん、で、3貯めで馬王ザケルガなんだけど、うん、ぶっちゃけザケルガの段階でもうシールド意味ないから、うん、もう話としてぶっ壊れて、ゲームとして。ちょうどやらんな。そう。ゲームとして壊れたけど、ゲームとして壊れてはいる。聞いたけどもぶっ壊れてるんだね。一応やってみる、一回やってみる。いや、やんないよ。いいいいいい。あ、大丈夫。あ、違う、こんなクソみたいな会話してる間にいっぱい人が見に来てくれてますよ。いい、本当に。あの、スプリームさんの写真ベアさん、はい、もういつもありがとうございます。マイナス10度からの雪山からおこんば、初見のホリエモン GO です。初見のホリエモン GO ですって何。違うよね。明日お休みで、滑りに行くので寝るわ。あ、なるほど、雪山滑りに行くんだ。すげえ、スキーいいなあ。でももう寝てるから返事返ってこないのか。ちょっとあの雪マウント取るのだけやめてもらっていいですか。ちょっと
すいません本当にいいな。ちなみに日付青さん久しぶりです。週末に吸血鬼すぐ死ぬをアマプラで見ました。え、こんばんは。何それ、吸血鬼すぐ死ぬっていう、これ何、ドラマアニメ、わかんない。え、ちょっと調べよう調べよう。吸血鬼すぐ死ぬ、え、なんかそう、あ、大体すぐ死にそうだけど。いや、そんなことはないだろ。吸血鬼一番生きてるから。一番生きてるから、だって日に当たったら終わりなんだよ。もうほぼあれだけどね、もうニンニク弱い、うん、火弱いってもう、うん、弱点しかない、弱点しかない。いやでもディオ強いですから、ジョジョの、わかんない、ジョジョのディオは強いですから。あ、まあ、吸血鬼なんだ、吸血鬼、そう、ディオとは違う。あれね、あの神、神、あのディオを食うやつね。ディオとか食う、あ、違う、ディオの食う、あ、違いそうだったよ。あ、やばい、何もわかんない顔してる。違いそうだった。触れるのはやめよう。ちなみに紫さん、おはようございます。おはようございます。ティンクルちゃん、こんばんは。オスピーのラジオ、あのラジオ毎週聞いてて楽しいですよ。ありがとうございます。嬉しいですね。先週ほぼ聞いてないって言ってた気が。そうなのよ。あ、ちなみに、日付青さんがさっき、あ、すんごいくだらないギャグ漫画なんだけど、はい、アマプラでアニメ1期が見れる。ギャグ漫画、ギャグ漫画か、なんだろう。だからあの最近なんだろう、ちょっと話題になったさ、うん、このオッドタクシーとかさ、なんだっけ、あのケイトのアニメのやつとか、なんかそういう感じの類の、全然わからん、やば。あの、あ、そうそう、モルカーモルカーみたいな感じなのかな、なんかほのぼの系。一回今度見てみるか。ギャグ漫画ってアニメで見ても面白いんだ。それ面白いだろ、面白い、面白いだろ、ギャグ漫画。いや、なんか映像化するとまた違うのかな。あ、でもあれとか面白かったしね、なんだっけ、あのギャグ漫画日和とかさ、めっちゃさ小学校の頃見てなかった、ギャグ漫画日和。え、見てない、あの紙カニアニメ。わかんない、デンジャラス爺さんみたいな。あ、でも近い近い近い。そんな感じ、あの聖徳太子とかが小野妹子と一緒にやる。わかんないな。やば、もう世代だ、名前も忘れちゃった、なんだっけ。ギャグ漫画日和、ギャグ漫画日和っていうアニメ、アニメありましたよね、ギャグ漫画日和。ほら、全然わかんねえ、面白いね。あ、ちなみに日付青さん、モルカは、1話5分とか短いから気軽に見られるよって。ああ、いいっすね、そういうの。そうなんだよ。あ、ちなみに赤紫さんが、セイントお兄さんじゃなくてって。あ、セイントお兄さんもね、面白い、見たことないでしょ。ない、めちゃくちゃ面白いアニメ。あのイエス・キリストと、うん、そのブッダが、うん、主人公っていうか、下界に降りてバカンスを楽しむっていう話のスタートなわけで、なんだろうな、そのすごい、そのあのキリスト教のネタとか、うん、あの仏教のネタとか入れてるんだけど、うん、すごい読みやすいというか、知らなくても全然読める。一発目 の、 そのスタート、この1話目のスタートが、この仏いるじゃん、ブッダの、うん、がこうやって昼寝してるわけ、うん、あのアパートで昼寝してたら、めっちゃこの小鳥が1匹だけ止まって、うん、で小鳥以外にもいろんな鳥止まって、最後なんか動物たち集まってみたいな感じで来て、それをあのブッダがほっとけって言って、仏だけにってイエスに言われると。本当にしょうもないやつなんだ。最初はね。でもなんかいろいろね、面白いんですよ、セイントお兄さんとかも。なかなか宗教いじりって珍しいな。そう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 。でもなんかね、すごいファンが多い、どっちからのファンも多い。すごいな、それ。あ、面白いよね、ちょっと見てみよう。そう、あの、そういう系のやつ、これ変だよねみたいなのが、やっぱりちゃんと、うんうん、キリスト教の人から見ても仏教の人から見てもやっぱ笑える。へえ、面白いですよ。あ、ちなみにセイントお兄さんはいい感じにずれてる。そうなんですよ。そうそうそう。ちなみにあの赤紫さんが、セツさんの服どうなってんのってあるんですけど、セツさんの服どうなってんの、ん、これ、これあの、うん、中にパーカーが、なんで中にパーカーが、にパーカーが、なんで。ちなみにあのめっちゃ今室内だからめちゃくちゃ暑いね、ここあったかい。そう、ちょっと色味が欲しくて、うん、うん、ちょっとやっぱ最近ちょっとこの黒着がちだよね。そう、自分の家にさ黒しかないのよ。確かに、家にだからもうちょっと最近この黒以外を着ようと思って、茶色着た結果めっちゃ暑くて、うん、パーカーもしまっちゃって、パーカーもしまっちゃって。フードがね、最悪にめり込んでたからな今。あ、ちなみになんかいっぱい見に来てない、嬉しい。あの琥珀さんもこんばんはって、こんばんは。あとヒカルさん、はあ、この時間今日、セツさん、カイ君、キャンさん、リスナーさん、こんばんは。山梨県ラジオネームヒカルです。
こんばんは。あ、そう、ちゃんといっぱい見に来てくれてるね、嬉しい。ちなみにさっきね、赤紫さんが、あ、ギャグ漫画アニメなら南家おすすめです。南家、南家はマジで聞いたことないな。わかんないな。南家どういうやつだと思う、逆に。かい、今この名前だけ聞いて。でも家族、家族、女性、女の子、ほう、おうおう、女の子の日常みたいな感じじゃない？おお、え、あ、すごい。合ってる合ってる合ってる。合ってるの？コメディーで空気系で、女性3人が今。おお、だいぶ当たってない。え、すごっすごっ、わっ、だいぶ当たってない。え、見てた？でも意外と、意外と名前の通りじゃない？南家、ほら。南家の家。あ、南家ってこと？いうことじゃないかな。はぁーって思って。俺ミナちゃんとミケちゃんとかで、あー、そういうこと。なんか双子なんとかみたいな。そう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 、窓マギみたいな。なるほどね。捉え方が違ったんだ今。だからそう、多分だからイントネーションおかしかったのそれだ。うん。南家って。南家。南家なんだね。あ、でもなんかいっぱいいるね。いっぱいいるわ。なんかこれギャグ漫画系なんだ。男子1、女子6っていう。どんな画像？だ、基本女子3人だ。あー、なんか。なるほどね、他に出る登場人物が今たくさん映ってたわけか。なるほど。あ、南家見てほしいです。今度見てみるか、うん、なんかあれ日常みたいな感じかな多分。あったよね、なんか、うん、NHK のやつで。ちなみにキャンさんがギャグアニメのおすすめ、遊び遊ばせ超絶オープニング詐欺。何それ、オープニング詐欺。遊び遊ばせってなんか言っても聞いたことあるんだよね。なんか聞いたことある気がする、俺も。なんか名前ちょっと特徴的じゃん。うん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 、どんな系？え、これこれがあれなの？そのギャグ系なんだ。めっちゃエロ漫画、エロ漫画ではないんですか？違うだろ。エロ漫画でしょ。エロ漫画でもこんなのないだろ。あ、エロ漫画ではないんだ。へえ。少女漫画っぽいっすけどね。何それ、え、何それ、ちょっと気になるこれ。何それ、え、この見た目エロ漫画表紙じゃないですか。エロ要素はないですか？エロ要素は全くない。じゃあやめとく。おいなんで表紙がエロかったらもう内容も今一瞬見ようかなと思ったんだけど、エロ要素がそんなに欲しいんだったら、はい、下ネタという概念が存在しない世界がおすすめ。何それ、ちょっと名前面白そうじゃないですか。下ネタと呼ばれる、まあ、下ネタって入れたら出てくる。下ネタって入れたら出てくることある？本当？下ネタ漫画、下ネタアニメ、下ネタアニメ、アニメ。え、ただ今エロいアニメしか出てきてないですけど大丈夫ですか？合ってます今。おい、何の検索してんだよ。おい、あ、これだ、これか。下ネタという概念が存在しない退屈な世界。へえ、何それ、これエロいんすか？エロいけど死に面白い。あー、ギャグ。これはエロとギャグって両立すんの？そうだよね、エロとギャグってなんか両立しなそうな感じは。両立するわけ。へえ、笑い興奮だ。なんか変な性癖目覚めそうじゃん。絶対そこ繋がっちゃダメじゃない？俺ら。うわ、やばいな。俺元志さん見て興奮したくないな。先輩のネタ見てさ。俺らめっちゃ興奮してんでしょ。本当。やばい奴らになっちゃうよ。はあって。怖いだろうな。面白っ。うわ、そわそわしてんな。そうそう、わあ、ちょ、面白いな。ホテル行ってさ。ちょっとこの、ちょっとムラムラしたいか、ごめん、一発ギャグお願いしていいみたいな。怖っ。めちゃくちゃ怖いな、それ。ごめん、ごめん、一回だけ。二度と彼女、二度と彼女できんくなりそう。本当に。ちょ、これ見れないな。危険だ。これな、気をつけていかんな。ちなみに、カイ君にはダンベル何キロ持てるも見てほしいって、日付を。何それ。あ、ダンベル何キロ持てるって、あれのやつ？あ、ダンベル。ダンベル何キロ持ってるって、お願いマッスルのやつは違うやつ？おお、あれ、お願いマッスル、めっちゃ持てたいのやつって、お願いマッスル。ですよね。だった気がする。これ、あー、多分お願いマッスルのやつだ。あー、曲だけは知ってるよね。曲だけは知ってるよな。
切れてるよ切れてるのゆゆーたとかが YouTuber のあー分かるな歌ってたり切れてるなって あれ面白いよねあれ面白いあでもなんか内容は見たことないな内容はないねだから見てみようこういうのなんかでもさ意外と知らんからなうん漫画とかもなんかちなみにスーパー主婦の三輪さんもおすすめです主婦業務が早く終わりすぎて毎日ありとあらゆる方法で暇つぶしをする4コマ漫画コハクさんわー何それ4コマちょうどいいね4コマあのツイッターとかでさ、うんうんうん、たまにこの あるじゃんその4コマだったり、うん、あの感じがあんのかなうんだと思うあれちょうどいいんだよ なんかあれちょうどいいよなめっちゃ軽く見れるなんかさ本まで買って、うん、ぶっちゃけちょっと見ようっていうのあんま分かんさ、うん、4コマあのツイッターツイッターで見るのめっちゃちょうどよくないちょうどいいちゃんと面白いし何 なんだろうなねなんか気軽にサクって読んじゃうよね4コマ漫画の人ってさ、うん、あれツイッターに上げまくった方がさ、うん、なんか分かんないけどなんか儲けれそうじゃない伸びると思うあの見る人は絶対だよね、うん、だよねなんか今なんかだからあれらしいよね今ってさ、うん、結局だから無料で最初にツイッターでめっちゃ公開して儲けるっていうのがやっぱ主流らしいよね、うんうんうん、あもう獲得した上でそうそうそう好きになった上で出したらもう確実にそう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 だからなんかお客さんも、うん、なんだろうなその情報にお金を払ってないというかあれをなんか情報を提供してくれなんだ無料で提供してくれたことに対するチップみたいな感覚でもうみんなあなるほどねそう内容を読みたくて買ってないというかだからもうなんかそういう時代になってきてるのかなとは思いながらなんかでも、まあ、YouTuber とかもなんかある意味そんな感じかもしれんあでも本当になんかそうなってるね、うん、今なんか情報になんだろうあんまお金を出さなくなってきてるよね、うん、なんかだから芸人の芸もさ、うん、今までだったら劇場行かないと見れませんでしたってなってるのがさ、うんうんうん、なんかどんどんなんかこの音楽じゃないけどさ、うん、このネタ見たことあるけどこれをもう見に行くみたいな人が確かに出てきてるじゃんだからなんかあまあやっぱそういう時代になってきてるのかなとは思いながらそうだねあちなみに赤紫さんツイッターもパクられたりいろいろあんのよってああそうなんだああなるほどねパクられるっていうのはどういうこと盗作じゃないなんか自分のネタとして上げちゃってる人が出てくるんじゃないやばそいつめっちゃ悪くないねまあでもそれが簡単にできちゃうんだもんねあーそっかそういうのは怖いな確かにだからもう今さ匿名でどんどんあれしてるじゃん、うん、からなんかこのやっぱよりだからパーソナルな誰が書いたかっていうのはやっぱより大事になってくるんだろうなうねややこしそうツイッターとかで撮られたらさやっぱ面白なんかだからどんどん時代がさ変わってきてるなとは思 うちなみに言うと今回もテーマがありましたお守りということお守りかお守りかじゃないのよなんでそんなすんなり入るの毎回毎回俺らのこのすごいな テーマに対して従順なんだろうなお守りなーちょっとじゃあテーマ一旦ちょっとあれにはしとくかなんだろうこのん宇宙コスモについてまたあキャンさんがあやばいやばいやばい目キンキンになっちゃってめっちゃ語るんだろうな本当にダメです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 ちなダメですダメですちなみにあ今アスカさんが、うん、こんばんは春休みです早くない早っ早いよねえ早っ前だっ夏だよね前だってあれじゃんかったこの間あでもあれじゃないもう進級確定したからなるほどな早いとこだとゼミもう終わってるかうん多分私立とかだともしかしたらえ待ってでも2月3月でも4月らしいからえぐえぐ最高じゃんやばいねやっぱとかでも大学ってさ、うん、人生の夏休みってやっぱ言われてるだけあるよねいや本当に半分だって休みだもん1年の本当に本当にそうだよね、うん、特に4年生なんてさ4年生なんてほぼ休みよだって週に1回しかゼミないわけで、ね、その週に1回の何時間とかのゼミそう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 やば、まあ、なんか自分でやったりはするけども、まあ、別になんか確実に縛られるわけではないわけだからなだ そういう意味ではさ最近あのセンター試験改め共通テストはい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 ありましたねあったじゃん、うん、だやっぱあれだよねなんか
今めちゃくちゃ 1A が難しくなったらしくて絶望してる子がそうなんだ数学数学やっぱ多いらしいよ。だからそういう意味ではなんか数学得意な子が今すごい有利なのかもね。あーでもなんか数学得意な人ずっとなんか強いイメージあるけどな。あーなんか一番伸ばすのがむずそう。あーでもそれはあるかも他の教科に比べて。それはあるかも。でもだから逆に言うと一回なんだろう、うまくいけばもう自転車みたいな感じずっと乗れる。あーそうなんだ。そうスタートが大事なんだね。マジでスタートは本当に大事かも。なんか他の暗記科目みたいな感じでここだけ取れるが意外とない。ああそうなんだ。科目あちなみに予想平均点30点台とかなの。ああ、ね、そうそんな低い。そう去年が確か50点とかなの。難しいんだ今。今年エッグ難しくなってるらしい。共通テストってマーク方式？あセンターがマーク方式で共通テストからね一応マークなんだけど、うん、思考力を問われる問題が多くなったと言われてる。あじゃあもう形式がだいぶ変わってるんだセンターの時から。そう大変だな入れないと思う俺も共通テストで言えばだから今共通がだいぶなんだろうな今までとやっぱ変わって。でもまあそれがいいかなとは思うけどね。なんか思考力問われる系のテストの方が。まあね。なんかさ最近自分理論があってさ、うん、頭いい人ってさ、うん、そのなんだろうこのハードウェア型とソフトウェア型がいると思うわけ、うん、でなんかまあ東大とか行くしなんか パソコンがあった時にさそのなんだろうスペック、うん、的になんかみんな頭いいって一概に言ってるけど、うん、暗記をいっぱい貯めれる容量がある頭いい人と、うんうん、そのシンプルに回転が速い頭いい人いるじゃん、うんうん、なんかそこがなんかちょっとこの去年はその容量寄りだった気はして、うん、センター。あーセンターは確かに。そうだから今年はなんかだいぶ回転寄りのテストにはなってるのかなとは思いながら。だからちなみにあアスカさんがだとしたら 2B どうなってるんって感じですよね。今まで 1A がめちゃくちゃ簡単だったのに。確かに。あだからそうだから人によってはあれかわいそうなのが 1A、うん、2B セットじゃなくて 1A、うん、2B 選べるとこの私立とかの人がめっちゃかわいそう。ああなるほど。だからそういう人って 1A だけに絞るのよ。 1A と 2B だったら 1A が簡単だから。で今回 1A バカむずいじゃん。なるほどね。ちょっとだいぶかわいそうだね。運要素だな。もうそこに関してはね何とも言えんけど、だから 2B もやっとけばよかったみたいな人はやっぱ過去問がないからね。そう分かんないんだもんね。そう今年からでしたっけ。去年からかな共通テストは。そうだから去年分ぐらいしかだけだもんね。いや不安じゃない。だってどんなのが出てくるか分からないテストって。そうなんですよ。だもうめちゃくちゃあれだよね。あでプラス今年なんか今あれもあったじゃん、地震とかもあったしさね。地震あれさ、うん、夜中にあって次の日朝からはい津波警報のやつね。場所によっては避難しないといけない人たちもいたわけじゃない。そうなかなかその同じ条件下でまたテストを受けるって不利。一応めちゃくちゃ不利だとは思う、ね、だまああれに関してはねもうなんかそのまあ、賛否あるとは思うけど、うん、もうなんていうのもう満を持したことはないっていう多分ところで、うん、もう言ってもいるし。だからもうなんかあれのしようがないよね。その攻めようがないというかさ、うん、これで国がさ尺ミスだったらさ。そうだねなんか言えたかもしんないけどさ、うん、自然災害だししゃあないっちゃしゃあないもんな。そうそれがちょっとかわいそうだよね。ね大変だよ。あ、そっか。あ、そうでした。火山噴火での津波か。そっか。火山噴火で、だからちょっとこの波が起こるかもみたいな感じだったんですよね。で実際一応なんかちょっと来たんだよね。来てた。沖縄も普通にですよね。やっぱそうなんだ。なんかツイッターで動画上がってて、岩手とか1メートル超えてる。あ、そうなんすか。超えてるところもやっぱあるんですね。ただ干潮時刻に近かったから、日本では被害が少ないだけで、漁業関係は結構被害を受けてる。船も沈んでるから。ああそうなんだ、うん、やばちゃんと。じゃあ危なかった、ね、危なかったではあるんだろうな。ちなみにアメリカとかは結構被害出てるもんね。あだからそっか。
本当に場所によっては。だからまあ一だからあれだよね、アラームとしてはアラートとしては良かったではあるのか、うん、結果として赤紫さんもうるさかったってあってやっぱうるさかったではあったね。急にもうパン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 ってめっちゃなったもん、びっくりしたもんやばかったな。ちなみにうん、パルンゴさんがすみません、はい、地震の時ホラー映画見てましたいいよ別にじゃあ噴火ね、ちなみに噴火ちなみに噴火だからね、地震じゃなくて。そんな謝ることじゃないし、地震じゃなくて噴火だから。そんな突っかかる俺らも間違えてたよ怖っ間違いないでな。パルンゴさんに何されたの怖いな。アギジャビリョウさんかセツさんの安定の2リットルのお茶だ最近でもちゃんとね、そうジュース以外飲むようにしてるよね。今までさ2リットル の, あのミルクティーのレ モ, ィーとか、ね、レモンティーとミルクティー飲んでたんだけど、真剣にみんなから心配され始めて、うん、お茶を飲むようにしてるいやそれがいいですよ本当に飲み物だけでも変わりますからね。だから本当になんか事故とかじゃなく本当に糖尿病で死ぬと思うから俺、うん、嫌だもんな。だってそれでもうめっちゃずっと治らないらしいしね、もとしさんがずっと言ってたよあそう、説が本当に危ないからな。もとしさんの説得力えぐいのよ。そうなんだ真剣な顔して本当に本当にやめた方がいいって言われて、真面目にアドバイスしてくれるから、ね、そうそうそうこうなりたくないだろう、うん、本当に大変なんだろうなと思でもちょっと最近はもうお茶にするようには。うん、治らないらしいからね、まあ、糖尿病。怖っ。いや本当に怖いよ、本当に怖いだマジでもう最近もう意識して飲むようにしてる。うん、めっちゃいいことです。だからもう1日に500ミリしか飲まないジュース。ジュース、まあ、まずはね、まずはまずはだいぶ減ったの。2リットルから500なんで4分の1でしょ。高校の頃それこそ受験期なんかは自分砂糖を飲んでたから怖いよもうシュガースティック頭おかしくなりそうだもん。シュガースティックをずっと飲んでもう糖分が欲しくて、糖分が欲しくて直で直で怖小学校の頃今思い出したんだけどさ、うん、こうやって砂糖入れて、この話したかな、砂糖入れて醤油ちょっと垂らして、え、みたらしっつって食べてた。やば小学生よく糖尿病なってないな。なんかもう囚人の人のようなこの甘さの取り方をしてた。いや怖いよもうだもう美味しいとかでもないもんな、ほぼ。いや美味しいの、美味しいんだお菓子とかさ、だからなんかもう食べたいけどやっぱ買ってもらえないじゃん、子供の頃って小学校って。そうだね、お小遣いとか、ね、そうお小遣いもない、あんまないしさ、うん、ってなった時にもうあこれだって、家にあるで家にもお菓子が置いてたら全部食べちゃうの知ってるから、うん、もう置いてないのよ家に。なるほどね。ってなった時にもう家にある砂糖と醤油を取ってこうやってくーっと作り出したんだ。作り出したバレないように、バレたら怒られちゃうから。すごいな、頭使ってんだいや、ちょっとよだれ出てきたもん。いや、なんでだよ今も美味しそうに感じるんだいやー、やばいね。ちなみに日月青さんがまだ20代だからなんとかなってるんだろうな、セツさんは。うん、いやだからギリなって、あ頭、赤紫さんがあたおかってシンプルにあたおか丸ってそういやちなみにコアクさん、2リットルのレモンティーは見たことあるけど2リットルのミルクティーはあまり見たことがない、 3A とかに言ってる。あ、だからね、珍しいよね。あるある。あ、だからあれ 1.5 かな、詳しくは。1.5 かな。でももう関係ないよね。うん、関係ない関係はあるよ。もう多い時2本とかいくからさちっちゃいの1本だけにして、もうありがとう。ちなみにヒカルさんが、もとし君はおととし血糖値上がりすぎて倒れて入院したからね一回入院してたよねそういえば。だからそれ聞いてちょっと本当にお茶にするようにしたマジで怖かったもんね。怖いよね本当に。うわ、だからどうする、俺が本当に糖尿病で急に倒れたりしたどうするって何どうするってどうするんだろうねやばいよな本当に。ちなみに赤紫さん、マシュマロとかをリスくらい口に入れてそうあ、入れてそう。ちょ、入れてましたね。入れてたんだ。さ、クッキーあるじゃん、甘いクッキーにマシュマロ置いて、うん、焼いたね焼いたマシュマロ置いて、チョコ置いて、クッキーで挟んで食うっていうのがめっちゃ美味しい。
気分悪くなりそう。これめっちゃ美味しいの。いやでも俺も言うてね、甘いものめっちゃ好きだから。だから気持ちはわかるよ。最近食わないよね。いや食べる食べる。あ本当？最近鶏のささみばっか食べてない。あいやいや。甘いものはちょくちょく食べてるよ。あそうなんだ。だクリームが食べれなくなった。うわもうダメだ。あの気分悪くなるようになっちゃって。あもうおじいちゃんやん。違う。クリーム食えないって言ってもおじいちゃんよ。そうだからもう和菓子。おじいちゃんやし。もう和菓子ばっか食べてましたね。でも結構食べるよ甘いものは。本当？本当に 2,3 日に1回ぐらいは甘いもの食ってると思う。まあ、食べなくはないか。食べなくはない。全然好きだしね。うんめっちゃ好きだもん。だからもうでも俺がさ、うん、そのプリンとかにさクリーム乗ってるやつ食ってると。うんうえって顔しない。いやだからクリームがダメ。ああそっか。そっか。プリンとかもは好きなんだけど、あクリームねもう一口でいいやってなっちゃう。じゃあパンケーキあるじゃん。うん。パンケーキはのだけだったら。パンケーキだけ？うん。パンケーキこの薄いパンケーキだけだったらもう全然好き。うん好き好き。じゃあそれに果物乗ってたら。あいいね。でクリームバーあーダメだ。じゃあ美味しいんだよ。あの美味しくないんじゃなくて美味しく食えるんだけど食い終わった後に気分が悪くなる。あそれを考えるとああちょっとなってなっちゃう。俺のジェットコースターと一緒だ。そうだね。すごい楽しくて、うん、わーってやるけど気分悪くなる。後味がね。なるほどね。後味が悪くなるんだよ。いやだからそう、あだパンケーキの話だ。パンケーキ食いたくなってきたな。いやだからね。いつでも甘いもん食えるんだよな。マジでさ結局だからもう小学校の頃とか本当に甘さに飢えててさ、うん、親がさなんかで買ってきてたあのこんなんかいくら探しても最近ないんだけどさスーパーにさ、うん、そのクリームだけが売ってて、ほうほうほう、そのクリームを親がなんか買ってて家にあったのよ、うん、でそれを見つけた節少年はあのおじいちゃんの部屋にあったカステラを取ってきて、うん、でこれにクリームファーってやって砂糖まぶしてそこにプラスで砂糖いったのでちょっとあのココア甘いココアファーってってすごっ食べてましたね。なんでちょっと手加えてんの小学生の癖していろいろ組み合わせてさやっぱ甘いのに甘いの加えたら最強なんだってやっぱそこで小学生だからさあれしてましたね。知ってました。でも小学生ってそんなの食ってても太らんからすごいよね。すごいよな俺だってそん時ねマジで二十何キロかとかだったもん。まあ分からんけど身長次第だからそれは100あいくらぐらいだ140とか150分からんやしでも小学校の時って太らないよね。マジで太らん。だまあ運動してたからね部活とかさ。あ、まあ、部活じゃないにしても外に走り回って遊んでたじゃない。あそれはある。今も全然走らん。アクセル踏んでるだけだもん本当に。だからもうそう思うとさ小学校の頃、うん、本当に鬼ごっことかめっちゃしてたじゃん。してたね。今の子たちさかわいそうというか何してんのって言ったらやっぱ家でずっとみんなやっぱオンラインゲームとかしてるらしいよ。あーでもゲームね、だからもうスマホが良くないよ。もうさスマホとか DS とかもうだから今、うん、なんか本当に子供たちの中でマイクラみたいなオンラインゲームで鬼ごっことかするんだって、うんそうなんだ。もうさそれ聞いた時にさへえちょっと悲しくなっちゃって。なんかすごいな。だってもうでも今の子たちかわいそうだよね。鬼ごっこしてさ友達ハイタッチってしたらさ、うん、本当になんかってなるんだぜ悲しい。なんかあったじゃんこれ小学校の頃お前なんとかキーンみたいなさ、うん、うんちしたやつ、うん、うんこまんみたいなノリでさ、うんやってなんかタッチしてみたいな、うん、あそれがもう本当にダメなんだから。ダメというかそれが本当に本当になっちゃってんだから。すごいな。コロナって言われて何も言えんしな。何も言えんし子供ながらに悲しい。もうでみんなこうやってディベートのやつばっか見てさ、うん、どんどん当たり前が変わっていくんだもんな本当に。うん、コロナじゃないもんつって。だって今もう顔見てないのがほぼ当たり前でしょ。マスクした姿しか見てないでしょ小学校入った子。本当にそう。給食の時ぐらいじゃない本当に。あだからそれで言うとさ最近だから衝撃だったのがさ、うん、まあ、多分今見てないから言うんだけど、うん、あのサークルの後輩でさ、うん、同じ先輩、
のことを別人物だと思って喋ってるやつがいて、ほうそのなんていうの、そのあだ本名とあだ名があるじゃん、それを別の先輩だと思ってずっと喋ってるやつがいて、ちょうどなんか違う姿で見たのかな衣装が違ったりとか、メガネかけてるかけてないとかさあるんだろうね。へえ、怖くてもうだからもうそういう時代だから、でもありえるじゃん、うん、その中だから要はその先輩には遠隔でしか会ってない、はい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 、この先輩には今生で会ってる、うんうんうん、で何だろう、あだ名とあれで違って、ね、あだ名とあれで違ってみたいな、うわーすごっ、似てますよねっつってた怖くなるな、なんか世にも奇妙な物語聞いてるみたいなさ気分になるな。でその人数も多いじゃん今サークリンがさ、うん、そうだ80人ぐらいいるからね、あるんだろうなと思って、確かにすごい怖すごいな、もうそういう時代になってんのか。いやーちなみにあのティンクルちゃんさんが、うん、話についていけてないのは私だけですかって変なタイミングに連れちゃった大した話してない、大した話すいません、うん、あのいつもしてないんですよね、うん、ちょっとあの好きなタイミングで好きに聞いていただいて、聞いていただければふーんってこいつらなんか喋ってなと思っていただけ、うん、ちなみに、はい、メール来てるのでやらせていただきます。ちょっとこのねあの題名からいきますけど、うん、石灰ピーナッツの王世界観ラジオさん、あ惜しい王だけだったひらがなの王だけだった、 急に石の石灰石灰石灰ピーナッツになっちゃいましたけど、惜しいな石灰ピーナッツ、はい、セッツさん、カイさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは、ナナです。こんばんは急にデッスンになりますよティンクルちゃんね。で、うん、今日はサーセン聞きたいことがあってメールしたってばよ、したなんてなんでなるとなんかすごいな口調がいろいろ混ざってるな。私から、うん、手紙もらったことあると思うけどさ、思うけどさ、ふん、私の字って可愛いと思う、もういろんなキャラがどうなってるか分かんない待てよ、じゃあ一回ちょっと俺がもうなりきるわ、うん、OK、字が可愛いと言われたことがあるさ、ふん、あるから聞いてみた。最後に先週ぐらいから寒くなってきましたね、風邪ひかないように気をつけていきましょうね、ということで現場からは以上です。怖っ怖っ一気に寒くということで現場からは以上です。何も入ってこなかったおかしいで、字が可愛いと思うって字はなんかでも、あ、ナナちゃんの字がもらったことあるけど、だいぶ可愛かったね。可愛い字。なんか、女の子ってなんか丸字というか。ああ、わかる。特有のなんか丸い濃い字書くじゃない。なんでなのかな？ね。なんで女の子の字ってこんな可愛いのかな？なんか可愛い。でもなんか、やたら達筆な人とかもいるじゃない？習字ならって。あ、いる。とはなんかまた違ったなんかね。めちゃくちゃわかる。字めっちゃ可愛いと思いますよ。めちゃくちゃわかるな、それ。うん、なんかだからね、なんか女子の字って一発でわかるよね。ね、なんなんだろう。でもなんかたまに男子でめっちゃ女子みたいな字のやつもいない。めっちゃたまにね。いるよね。めっちゃたまに。なんかあれなんなんだろう、ね。そうそうそう。自分で寄せに行ったのか。なんかの、うん、でもやっぱだからあれだよね、部活とかでさ、うん、結構この字体変わるよね。部活？なんかこのやっぱ体育会系の部活のやつってなんかちょっと体育会系な字してるやつ多い。あ、体育会系は字汚いんじゃない？かなんかちょっとなんかちょっと達筆みたいな。わかる。なんかやたら羽スパンみたいな。わかる。あ、わかる。なんか綺麗というか達筆というかみたいなイメージはある。ある。あるな。そんな跳ねるかね。そんな。なんかもうシュン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 みたいな。パパパパパパみたいな、スピード特化みたいな字してるやつな。そうそうそう。いやだからそう、でもかいそういう意味では珍しい方。珍しい？なんかわかんないけど、字普通にめっちゃ綺麗じゃない？あ、俺はうん。なんか綺麗に書くように気をつけてた普通に。めっちゃ普通に。優等生だな。ただ真面目に。優等生だな。字綺麗になりたいなと思って。丁寧に書いてたら丁寧に書けるようになったっていうだけ、ま、だ字綺麗に越したことはないけどさ。そうなんだよね。でも字汚くてもさ、うん、ちなみにいい情報を教えとくと、うん、数学できる人はちなみに全員字汚いですか？わかる。これ本当なんだよね。これ本当なの。これ何なんだろうね。このちなみにあの
まあ私は当たり前のように汚いんですけど自分なりにね分析したの、うん、あの頭いい、なんていうの、この数学とかの計算早い人って、うん、多分字が手に追いついてないのよだから考えてること書こうと思った時にあーって多分なっちゃうんだと思うだから早口の人と一緒。でも字を最初に習ったタイミングってさ、はい、そんな複雑にさ字をバーって書くようなさ、はい、あれしてなかったわけじゃん。それはもうシンプルな怠惰だと思います。怠惰やんだとしたらそれはでも怠惰だと思います。だって別に数学できる人で、はい、字綺麗な人はいたもん。まあ一応これ言われちゃうともう何もグーの音も出ないんですけど終わったやしはい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 、はい、でも丁寧に字書いてたら計算間に合わないもん、ね、ほらそういうことですよほら言い訳ですよこれは怠惰な一番最初書き始めた時に綺麗に書いていればもうそれが癖づいてスピード速くて書けるはずですもん。なんかそういうデータあるんですかなんかひろゆきみたいな人出てきたんだけど。エビデンスはエビデンスあるんですか。エビデンスはないけど。ウンカパイウィースそっちはそっちのエビデンスははい、まあということでね、あの字汚い人は数学がすごいということで一旦CMですどんなでもなんかだからちょっと回転早いからさ、うん、なんか面倒ってなるんだろうな。でもなんか略字書く人はいた。あ数学でなんか略字門とかいう字もさ、うん、普通にこのカッコ書いてもう点、あーやば、もう自分でなんか略字作ってそうそう作ってみたいな人はいた、うん、だって数学好きな人ってはしょるの好きだもん。あはしょるの好き、なんかどんどん端折ってい、うん、いきますよね。で自分なりの公式とか作るよ。あ、分かる分かるわ、まあ、ちなみに言うとあのさっきのセンターの話からちょっと続けて言うとあれですよね、数学のノートは綺麗に取っちゃダメですから。うん、数学のノート、そう、うん、なんか数学のノートでさめっちゃ綺麗にまとめてる人いるじゃん、うん、そういう人大体数学できないっていうこれあるあるね。もう数学は基本的にノートは計算用のノートとしてやるとすごくいい。あのもう見返さないというか、見返さないんだ。見返さない数学のノートはね。へえ、一応でも書いた方がいいのあるのよ。うん、暗算しろってわけではないんだけど、そう見返さないね。で暗算しても別にいい。まあそうですね、できる部分はあの先生に見返せないでしょって怒られるんだけど、うん、いや見返すんのよ、ゆくゆく考えたら。そう、いらないんですよ。いらないんですよ。だこれはあの今受験生いっぱい見てると思うんで、そういう人もぜひね、うん、ちなみにあのヒカルさんがじゃあねまたお休み早っじゃあジングルいきます。あ、今日のジングルもいいですよ。だって嬉しくてたまらないんだもの。久しぶりのデートだし、おせっかいピーナッツのおお世界観ラジオ。正当です。多いすぎるの。なあおい、チャンドンゴン出ちゃった、ほら。いや、かわいいな。チャンドンゴン出ちゃいました。デートか。いや、ほんとにそうなんだよな。ほんとにそうなん。いやー帰るやし。おい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 。いや、デートダメです。あの、すいません、デート行かないでください。いや、早い者勝ち。え、これ言ったもん勝ち言ったもん勝ち、全然。仕事捨てたやつからデートできる。やばい、あ、え、ダメ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 、あ、おい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 、帽子着てんな、おい、帽子決めで行くやし、決め決めで行かないでください。ちょちょ、ダメですダメです。今日もまあ、今日はちゃんとドストレートで、うん、ドストレート。今日は今日いつもドストレートだけどな。前回は大ふざけをしましたが、うん、今回はドストレートに。いや、いいな、鼻歌から入りましたからね。鼻歌いいね、可愛かったな。鼻歌いいよな。うん、なんでなんでって一生思わんかった。なんでなんでって思ったもん。なんでなんでっつって、
初デート久々のデートであんなテンション上がってくれる彼女いたらやばない。最高だろ。うわー、ちょちょ、赤目の咲さん、耳レイプがひどいな。ひどいよな。あの、あ、いいな、耳レイプっていいな。すごい。耳レイプ。耳レイプ。パワーワードだな。耳交換で、耳交換。まさに。耳交換させていただき。まいやー、だ今日のちょっとまあシチュエーションはあれですよ、うん、久々のデートでちょっとね自分のイメージはまあこれちょっと裏設定があって、うん、この公園とかに、うん、じゃあちょっと久々のデート行こうかっつって、うん、でこのもうピクニックみたいな感じ、うん、でちょっと一応大丈夫かなって思う面もあるわけ、うん、この公園なんかで、うんうんうん、でそしたらでもなんかやけに機嫌がいいぞと、うん、なんでだって言った時にこれ最高じゃん。最高なのよ。もう場所なんて選ばないと。選ばないと。どこでもいいよって言ってるわけ。そうデート前などこ行くっつってどこでもいいよって言ってて、うん、でえじゃあどうもうじゃあふざけてなんかじゃあ公園とかでもいいみたいな。お全然いいよっつってこれが流れます。最高やし。最高なんですよこれは。これはちなみにパルンゴさんが勉強はかどりますね。勉強はかどるか。はかどらんの。今多分ねこれで頭いっぱいになると思う。絶対手が止まるわ。止まりますよね。女の子欲しいっていう気持ちで、うん、今雑念ばかりになってるかと思いますけど今受験生。受験はだから終わり終わったよね。もう共通テスト終わって終わってるよね。終わってる、うん、だから次二次試験。二次試験があるから。いやー、ちなみにあの日月青さんがこのご時世だからしみるわって。だからそうなんだよね。結構ってしみるけどな。もうこんな。ちょもう一回だけ聞いていい？自分このふんふんとふんふんが好きなわけ。うん、ちょっとすいません。あ、これだって嬉しくてたまらないんだもの。なんで？久しぶりのデートだし。おせっかいピーナッツのおー、あー世界観ラジオ。ああ、うーん。ちょっとダメです、ダメです、ダメです。おい、帰るな。おい、チキだから。チキだから。ああ、ダメだ。もう完全に出てったよ。出てっちゃダメです。ダメです、ダメです、ダメです。おい、行くなよ、行くなよ。ダメですよ。これ、早いもん勝ちじゃないですから。うわ。やばいのよ。コハクさん、冬に公園にアイスとか絶対ダメです。いいなー。あーでもなー、でも逆にありじゃない、うん、俺結構冬のさ、うん、このデートというか、うん、よくない？冬のデートはいいでしょ。いいよね、冬のデートはいいでしょ。いいよな。なんだろう、このなんか寒いじゃん、うん、寒いから一発で口実ができるというか、うん、このあるよね。暑いより全然いいもん。このさ、だからこのお互いさ、あえて手袋しないっていうのない？ない。わあ。合理主義や、合理主義。ごめんごめん、シャニ合理主義。いや今本当にないんじゃない。あるんだけど今もうないって言いたくなっちゃった。楽しそうに話してるもんだからさ。寒いから手袋つける。シャニゴリ主義。ここでゴリ主義。シャニゴリ主義やさこいつ。いや沖縄で手袋つける？いやつけるよ。ほんと？あ、そう、あ、いい？そうなの？そうなの。あれね、アイススケート。あー、じゃあアイススケートはそうですけどさ、沖縄でアイススケート、もうだってサザンヒルぐらいしかないから。だからこのわざとちょっと海辺とか行ってさ、うん、ちょっと風吹いて寒い中手袋つけない。あー、ちょっともうデート行かなすぎてイメージもできんくなってきたな。もうついにその域まで達してしまった。いやでもいいな。いやーいいよ、本当にいい。デート行きたいわ、デート。じゃあちょっとこれ、じゃあ次なんかゲーム企画してさ、うん、勝った人がじゃあマリナさんとデート行けるのやつやろう。次いいの、うん、まだマリナさんに許可取ってないけど。ゲスト入れて、それもゲストも入れてやろう。土下座しよう。男のゲスト入れてやろう。
土下座しよう。全然知らない人とマリナさん。パルンゴさんがカイ君手つなごって。なんで？なんで？つなげればいいの？パルン。プライド捨てたもん同士だし、ね。そうなったら。いやちなみに。いやいいな、そうあの琥珀さんがお手手握ってポケットインの口実だから、そうなんだよな。じゃあアスカさん、カイさんデートしましょう。いいんすか。まあまあ一応アスカさんはじゃあもうシャネス自分が行きますから。なんでよ、なんでよ、なんでよ。行きたいの俺なのに。なんでよ、行きたいんでしょ。怖。でアスカさんも行きたい。うん。で俺がじゃあ帰り行きますよ。なんでで、なんでよ。え、じゃあなんでそんな秒速でなんでよ帰ってくんの。なんでよなんでよじゃない。なんでよ。いや俺が行きたいって言ってアスカさんが行ってくれるよって言ってるんだから、こっちが行くに決まってるじゃん。なんでよ。怖っ。怖っ。分からん分からん。ちょ、それだけはちょっと分かんないんですけど、まあまあぜひあのデート行きたかったら、まあ僕なんでだよ。一旦まずじゃあ自分が行って、うん、あれをしますか、下見を。いらんよ。何の下見よ。じゃやっぱ俺いいよ、だってセツさんとデートした子行きたくないし。一旦俺経由で行かしてください。うん、じゃあ俺も一緒に行かしてください。なんでだよ。3人やしもう。じゃあ。デートじゃないもん、それはもう。まあまあ、でもまた考え方次第。歌うよ、でも。いい雰囲気だったら。いい、邪魔じゃん。邪魔、邪魔。いい雰囲気で歌う。いい一番邪魔だろ。あの、シナリンゴさん、シュラバーとか。怖っ。どこが歌う。どんな雰囲気な初めてのチューとか。ああ、嫌だな。はず。言ったし。でも全然邪魔だな。いつでも、うん、だ言ってな。デートするときは。全然二人で行くわ。じゃあ、アスカさんがあの冷え性でも大丈夫ならって。いや、全然大丈夫ですよ、そんなの。全然。ああ、でもちょっと冷え性、カイ君、ちょっと NG だったと思います。どんな NG なの。冷え性ダメですって、あんまり聞かなくない。ダメだったと思いますね。だ僕、全然 OK なんで。いや、だから行こうとすなよ。とりあえずで、とりあえずよ。何や、とりあえずって。とりあえずです、とりあえず。ちなみに、あの、しずきあおさんが、せつくんとデートしたらスイーツまみれになりそうだ。うん、一応、これにはね、本当になります。なるんじゃない？一応、なるね。うん、マジで、多分本当に全部任したら、うん、スイーツバイキング行って、ケーキバイキング行って、スイーツバイキングとか全然するし。怖っ。リココンちゃん飲むし。1日で？ 1 日で。それって。1日で。怖っ、バイキング？バイキング。甘いものの。うん、3件。3件。行かれるよ、もう。こう行かれるよ。誰目線なの。じゃでもそれでもなんかね、ちょっとこれを許してくれる人と付き合いたいなっていう思いもあるから。あ、じゃあもう甘党じゃないとダメだね。本当に甘党じゃないとダメよ。甘えの食い切れん女なんかもう女じゃないから。うん、女じゃない。怖いな、すごいな。俺もう甘いものに関しては九州男児だと思ってます、自分のこと。ここだけはもう譲れないんだ。ここだけは譲れないの、本当に。ちなみに、日月あおさんが味噌汁の芋たれ舐めるなよ。淡いやし。淡いやし。いや、え、嘘。早っ。終わりが流れてしまった。今日ね、あれ聞いたっけ、アカペラの種もあったのよ。だよね、聞いてないよね、今日。それも今日なんならアカペラの種するよって画像にも載っけちゃった。どうしよう、来週にしようか、うん、初めてだね、アカペラの種しなかったの、ね、忘れてたわ、普通にずっと喋っちゃった。いやー、本当はさ、ちなみに自分はあの友達の弟に最近試験勉強教えてたりするのよ、来年のセンターに向けて。なんか留大行きたいっていう子で、元自分塾講師だからさ、うんうんうん、だからそれの話とかもちょっとしようと思ってたんだけど。いや面白それ。そう、え、これから、今何年生、今2年生。あ、じゃあ1年ちょいあるのか。1年ちょいある。だから、あの、最近だからもう参考書と、うんうんうん。こういうどの教科書使ったらいいとか、どういう風に進めたらいいとかも全部教えて。すごっ。月っきりの。月っきり、まあまあまあ、ほぼ。全教科教える。全教科。すごっ。で、あ、な、教えるとかやり方をね、やり方を。うん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 、もう基本的な勉強は、でも自分でやれるに越したことないですから。うん、そうだね。その、自分でやるためのやり方を。うんうんうん。いや、すごい。最近いいなって思ったのが英語でね、ネットフリックスあるじゃん、うん、に日本語と英語同時に出る機能をつけれるんですよ。ん、字幕、字幕を。ああ、はいはいはい、はい、それを見ながら、そのなんなら英語とか気になる英語あったら調べれる、うん、
サイトとかもあって、うーん、その連動して、うん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 、それがめちゃくちゃ英語勉強にいいなと思って最近、うん、確かに。でもなんか英語はよく聞くよね、映画見たらそうなんか身につきやすいとか、好きなものだから自然に入ってくるみたいな。そうなんですよ、いいっすね。いやだ、めちゃくちゃ良かったわ。ちなみにな、アギジャビリョウさんがさっきの自分の、スイーツの話かな、うん、あのアリしか無理じゃんってツッさんの出たいってアリしか無理なんだ。俺の多分彼女アリしか無理です。もしかカブトムシでも相手できます。でも胃もたれするかもな、虫でも。もう虫、虫でも勝てんか。虫でもギリ勝てんかもしれん。虫でついていけんのか。意外とあのカブトムシとかもさ、うん、あれだよね、あの甘い蜜のやつゼリーさ、本当に甘いかなって思って舐めることあるじゃん。怖っ、全然甘くないよね。甘くないんだ、しかもその味知ってる人初めてだ。そう、ちなみにアスカさんがセツさんとデートしたらめちゃくちゃ太りそうなので嫌です。一応ねめちゃくちゃ太ります。めちゃくちゃ太りなんならめっちゃ食べてほしいしな。あー、食べて、相手が食べてるのも好きなんだ。相手が、そう食べる人めっちゃいいな。あーやば、もう30秒しかない。早いな。もうクソみたいな話をしてしまった。長々と。いやー、ということでまた来週も、はい、ぜひ。そうです、ね、来週もしかしたらゲスト、ゲスト来るかもしれない。この時期来るのか分かんないですが、うん、ぜひ、お楽しみにしていてくれたらと思います、はい、それでは、おせっかいピーナッツの節とカイデ、お世界観ラジオでした。また来週よろしくお願いします。また聞いてねそうなんですよな。いや、ちなみに日月青さんがセツさんとデート前後1日は絶食だ。1日でめっちゃ体重増えそうだもん。でも多分ね、増えると。でも意外と甘いのって、うん、満腹中枢刺激されるから太んねんって。実は甘いのだけだとね。だけだと、そう、へえ、そうなんだ。意外とだから、まあでもまあ、でもなんか俺甘いの食べるとなんかスイッチ入っちゃってめちゃめちゃ食べちゃうんだよ。あ、でも貝あれだったよね、なんか筋トレ始める前意外とちょっとぽっちゃりだったもんね。うん、でも70キロぐらいまであったもん、ね、そうなの。大学1年の頃かな、だから70キロぐらいまでやって、筋トレ始めてじゃなくて一人暮らし始めてご飯食べなくなって10キロ中ぐらい落ちたんだよ。57ぐらいまで落ちて、やばっ。でそっから筋トレ始めてちょっとずつ体重増えてる。マジ、うん、いやだから今だからなんていうの、いい体重の太り方してるよね。そう多分筋肉がちょっとずつついてきてみたいな。多分なレポートしてた時さ、うん、本当にエグガリガリになってる時期なかった。なってた。いやだよね、飯そう、もともと食わんのに食う時間もなくなってみたいな。心配だったもん、寝てないし食べてないですみたいな。そう、俺も怖かった、なんか顔がこけていくと思って。そうなんだよな。あ、ちなみに、コナクさんがセツさんとスイーツデートの後はカイさんと温活デートやな。温活デートって何？なんだろう、温活デート、あれ、しゃぶしゃぶ温野菜ってこと？そう、そんなピンポイントでネーミングついてんの？しゃぶしゃぶ温野菜行って、うん、食べた後、快活クラブ行くっていう。そこの組み合わせ？なんだろう、サウナとか。あー、温泉とか、サウナね。温泉とかそういう系かな。めちゃくちゃいいな。でも、会員にマジで同じ生活したらさ、本当にプラマイゼロになるんじゃない？俺、自分の生活した後、会と生活してたら。あ、セツさんのやった上で俺のもやったらってこと。そう、うん、ちょうど戻ると思う。いや、怖い。赤紫さん、デートでアメとムチのはしご嫌だ。コンビ、面白いな。コンビ経由して。コンビ経由で。でも両方楽しめますから。うん、あのバリバリのアメ担当。いや、めっちゃ甘やかすしね。あの自分、なんかもうこういう甘やかすの好きなのよ。相手を、うん、良くないな。でもなんか相手、じゃあなんかそうなんか、ああいいねって言っちゃうわけ。食べてるの。食べてるの。相手が太っていく分には別に。でももう全然。あ、そうなんだ。なんかいるじゃん本当に痩せたいみたいな。うん。痩せてるのに痩せたいっていう人いるじゃん。うん。
やばって思う。でもそれが実際に本当に太っちゃってた場合はどうするの？あ、もう全然いい。いいんだ。太ってるこのもちもち感もいいしね。ああ、じゃあ別に体型は本当に何でもいいんだね。まあまあまあ、なんかその、まあ、理想はあるよ、もちろん。ああ、